松平忠直は、江戸時代前期の大名、越前国北の小藩主。官位は、十三に、三位左小野江県中将、越前守る。徳川家康の孫、徳川家光や徳川光国などのいとこにあたる。文禄四年、摂津国東成郡に行くまにて、結城秀康の長男として誕生。母は、側室の中川氏。慶長八年、江戸三金の折に、 おじで、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠に初おまみする。秀忠は大いに気に、入り、三河守と呼んで、自らの脇に置いたという。慶長十二年、父、秀康の死に伴って、知前七十五万国を相続し、慶長十六年には、秀忠の娘、勝姫を正室に迎える。元服の際には、秀忠より変気を受け、忠直と名乗る。慶長十七年冬。 重臣たちの確執が講じて、武力鎮圧の大騒動となり、越前家中の者よりこれを直訴に及ぶに至る。祖父、徳川家康、秀忠の両御所による直裁によって、重臣の今村盛継、清水法政は入るとなる一方、同じ重臣の本田富生は逆に、越前家の国政を補佐することを命じられた。翌慶長18年6月、家中騒動で、 再び直訴のことがあり、ついに不正が越前の国政を取ることとされ、加えて不正の一族、本田成重を越前家に付属させた。これは騒動が重なるのはただなおが、まだ若く力量が至らぬと、両御所が判断したためである。慶長19年の大阪冬の陣では、傭兵の失敗を祖父、家康から責められたものの、夏の陣では、 真田信の武士とされる支給を確保し、大阪城に攻め入るなどの選考を挙げた。しかし、戦後の論功交渉に不満を抱き、次第に幕府への不満を募らせていった。現那7年、病のために江戸への参勤ができず、その後回復したために出立したが途中で引き返している。幕府の秀忠から病状を尋ねる使者として、元家臣の近藤洋家が派遣されている。 翌年那八年には勝姫の殺害を企てたとされ、また、軍勢を差し向けて、家臣を打つなどの乱行が目立つようになった。元那九年、将軍秀忠は忠直に隠居を命じた。隠居に応じない場合は軍勢をもって成敗すると、脅し、秋田の佐竹義信や香川の前田としつには出陣の用意を要請している。忠直は、聖母の説得もあって、隠居に応じ。 居後は出家して一泊と名乗った。5月12日に、竹中重義が藩主を務める文護国府内藩へ、入るの上、謹慎となった。府内藩では、領内の五千国を与えられ、はじめ海沿いの萩原に住まい、3年後に、内陸の積もりに移った。積もりに移ったのは、海に近い萩原では、カイロでの闘争の恐れがあったためとも言われる。 竹中茂吉が別件で中抜されると、変わって、府内藩主となった、姫野の義明の預かり人となったという、慶安三年に即居、去年五十六、日付イコール旧歴、忠直時代。ありがとうございます。